旧国立美術館は、ドイツ、ベルリンのムゼウムスインゼルにある美術館。ベルリン国立博物館群を構成する美術館の一つで、ドイツのナショナルギャラリーを構成する一部でもあり、古典主義、ロマン主義、ビーダーマイヤー様式、印象派、初期モダニズムの絵画を所蔵している。1999年には、博物館島のその他の歴史的建造物とともに、 ユネスコの世界遺産に登録された。旧国立美術館の創設計画は1830年代にこの計画は盛り上がりを見せたが、具体的な建築計画になるまでには至らなかった。1841年に最初の具体的な計画が作成されたにもかかわらず、しばらくは本格的に着工されることはなかった。その後銀行家のヨハン・ハインリヒワグネルから、 ドイツ人画家や諸外国の画家の絵画262点が寄贈されたことを契機に1861年に旧国立美術館の設立が決定された。これらワグネルが寄付した絵画は現在でもコレクションの中核を成すものとなっている。このコレクションは当初ウェイジェニシューウンとナッシュナルギャロリーと呼ばれベルリン芸術アカデミーに収蔵された。 現在の建物はアプスを持つローマ様式の寺院を模して設計されている。1891年に描かれた旧国立美術館のスケッチプロイセン王、フリードリヒ・ビルヘルム4世が描いた建物のスケッチを元にして旧博物館の設計も手掛けたプロイセンの建築家、フリードリヒ・アウグスト・シュテューラーが1863年に設計を開始した。 その後2年の間にシュテューラーの設計計画は2回にわたって没にされており、3回目の計画がようやく採用されている。シュテューラーは計画の完成を見ることなく死去し、カール・ブッセが後を引き継いで細部を完成させた。1867年に旧国立博物館の建設委員会が結成され、建築家、ヨハン・ハイドリッシュトラックの監督で工事が開始された。 大まかな外装は1872年に完成、引き続いて内装の工事が行われ、プロイセン王も臨席して迎えた美術館の正式開館は1876年5月22日のことだった。レンガと鉄で建てられた、この建物は耐火性であるとみなされていた。外装と入り口へ向かう階段は、ザクセンアンハルト州のネブラで切り出された砂岩が使用されている。 開館当時のコレクションは小規模なもので、ワグネルが寄贈したコレクションの他には、ドイツ人画家ペーター・フォン・コルネリウスがプロイセンに残した絵画が展示されている程度だった。その後旧国立博物館は、プロイセンの初期芸術品を収集することを目的とするようになった。これは、当時のベルリンにプロイセンの芸術コレクションを所蔵する美術館が存在しなかったことが影響している。 旧国立美術館は、1909年から、ナチスによって解雇される1933年まで、館長職にあった、ルートビヒユスティのもとで、近現代の作品のコレクションを増大させている。近現代作品のコレクション収集は、公認者のエーベルハルト・ハンフスタエゲルも引き続き、実施したが、近現代美術品を無価値な大敗芸術と、みなしていたナチスにより、ユスティ同様に、 官庁職にふさわしくないとされて1937年に解雇されてしまう。パウル・オルトビン・レーブは1950年まで官庁職にあったが、第二次世界大戦のために、この時期の旧国立美術館はほとんど閉鎖されていた。旧国立美術館は、第二次世界大戦の空襲によって大きな被害を受け、1949年に一部が、 再開館したが1969年になるまで修復工事が続けられていた。西ベルリンでは東ベルリン側となった旧国立美術館の建物の代わりとなる新しい国立美術館新ナショナルギャラリーをミース・ファン・デルローへの設計により1968年に竣工させている。1998年から2001年にかけて 旧国立美術館は大規模な改修が施されている。最上階にいくつかの展示室が新設され、現在はロマン主義の作品が展示されている。アドルフ・フォン・メンツェル、鉄圧延期工場、1872年から1875年級、国立美術館のコレクションは、古典主義、カスパー・ダービト・フリードリヒ、カルル・フリードリヒ・シンケル、 カール・ブレヒエン・ラ・ドイツ・ロマン主義、ビーガー・マイヤー様式、エド・アル・マネ、クロード・モネ・ラ・フランス印象派、アドルフ・フォン・メンツェル、マックス・リー・バーマン、ロビス・コリント・ラ・現代作家など多岐にわたっている。その中でも重要なコレクションとしては、フリードリヒの海辺の僧侶、メンツェルの鉄圧演技工場、彫刻家、ヨハン・ゴット・フリート・シャドウの王女・フリーデルケの像などが挙げられる。 旧国立美術館は19世紀の彫刻、絵画の収集数では、ドイツ有数の美術館となっている。旧国立美術館は、旧博物館、新博物館、ボーデ博物館、ペルガモン博物館、ベルリン大聖堂、ルストガルテンといった歴史的建築物とともに、ベルリンのムゼウムスインゼルを構成している。旧国立美術館は、博物館島の中央に位置し、 ベルリン高速鉄道と西岸の棒で通りに挟まれている。旧国立美術館の北にはペルガモン博物館があり、南には新博物館、旧博物館、ベルリン大聖堂がある。フリードリヒアウグスト・シュテューラーの設計による建物は、後期古典主義様式と初期新ルネサンス様式が混然となったデザインになっている。外装は建築当時の面影をよく残しているが、 内装はその時々の展示品に合わせて何度も回収されている。ありがとうございます。